アイレスを用いたシミュレーション。地上 20km の大気に地手部のプロトン照射によって生成する空気シャワー空気シャワーは物理現象の一つ。高エネルギーの宇宙船が大気に入射した際、大気中の原子核と相互作用し、高エネルギーの二次粒子が発生する。生じた二次粒子もエネルギーが高いため、さらに粒子を生成する。このような反応が、 連鎖的に生じ、大気中で大量の二次粒子が発生する現象を空気シャワーと呼ぶ。大気を進むにつれて空気シャワーは発達し、シャワー中の粒子数が増加するが、それに伴って一粒子あたりのエネルギーは低くなっていく。やがてエネルギーの低くなった粒子は新たに粒子を生成できなくなり、空気シャワーは減衰する。生成された粒子のうち、 寿命の短いものは崩壊し、残ったガンマ線、電子、μ 粒子、核子などの粒子が地表に複数同時に到来する。空気シャワー中では原子核の相互作用で生じた中性廃粒子の崩壊などによってガンマ線が生じる。このガンマ線から耐性性性によって一組の電子、陽電子が生じ、これらの電子体が大気中の原子核によって何度か 生動放射を起こすことで複数のガンマ線を放出する。この過程を繰り返すことで粒子数が増加する。このような現象を電磁カスケードと呼ぶ。ガンマ線と電子は空気シャワーの主要な成分であるため電磁カスケードは空気シャワーを特徴づける主要な現象である。宇宙船の到来頻度はエネルギーが高くなるにつれて極端に小さくなり観測には 大きな検出面積や長時間の観測が必要になる。このため、1015エブ以上の高エネルギー宇宙船を人工衛星や気球などを用いて直接観測することは難しくなる。このような場合でも地表で空気シャワー観測を行うことで間接的に高エネルギーの宇宙船を観測することができる。空気シャワーの観測方法としては次のようなものがある。一つは、 地表に到達した粒子を観測するものである。この場合、地表に複数の検出器を配置して、そこを通過した粒子を記録する。一方、空気シャワー中の家電粒子が大気中を通過した際に生じるチェレンコフ光やシンチレーション光といった微小な光を観測する方法もある。これは月のない暗い夜にしか観測を行えない。また、 空気シャワーから生じる電波を観測する方法も考えられる。これは以前から注目され、実際に電波の検出には成功しているが、実用的な空気シャワーの観測手段としては確立されなかった。しかし、近年、この方法が再度試みられており、一部で関心が持たれている。ありがとうございます。